い、急遽竹岡さんに代わり私ミステリアの玉木椎名がお届けします。愛車コーナー紹介…あ、すいません、ごめんなさい。なんだっけ、すごいですね。すごいですよ、この大きさとこの車高の高さ。そうですね。ちなみにこれは何ですか。なんかそういう、力があるというかトルクがすごいみたい。はい、愛車紹介のコーナーです。はい、はいはい、今回愛車を紹介していただくのは中村さんです。こんにちは。はい、中村さんはあれなんですよね、中日本自動車短期大学の学生さんで、はいはい、で番組でもおなじみの新井選手と山中選手のメカニックをされてるんですよ、はい、レーシングチームの、はい、AJRT、はい、今インターン生として、はい、メカニックでやらさせていただいております。大丈夫ですか、コキ使われてないですか。コキ使われてないですか。ヒロキにじめられたんですか。大丈夫です。いいですね今の。そう、ちょっと何かあればこの後、はい、ご報告ください。お時間いただけますでしょうか。あ、もういくらでも入ってます。はい、はい、ということでじゃあ早速愛車を紹介させていただきたいんですけれども、はい、お車は何でしょうか。はい、2019年式、USトヨタタコマになります。お、すごいですね。すごいですよ、この大きさとこの車高の高さ。そうですね、ね、自慢な点は、はい、なんかないですか。自慢な点、せっかく中と、はい、今ありましたので、はい、中見てもらうと、意外にシンプルなコピットになってまして、はい、こちらが今いろいろ外についてるライト類を一括で制御してる。レーシングカーみたいな、ねえ、そういうのにちょっと憧れがあって、はい、つけてみました。これ多分ね、アメリカのピックアップってこれ後ろで横になって寝られるんですよね。これ、あ、寝れます。これ幅が結構あるので、自分サイズだと全然寝れます。後ろの席も広いんですね。そう、意外に後ろぴったりはしてます。結構ラフに使っても全然平気でしょ。全然ラフに使うためにこう作りってるっていうのもあるって。はいはい、ちなみにこれは何ですか。なんかそういうサンドラダーというもので、はい、砂地で下が緩い時に、スタックしてしまった際に、はい、タイヤの下に敷いて脱出をする道具になります。パリ坂とかこれ使うんですよ。あ、そうなんですね。これでも後ろがこんなにピックアップトラックで広いと、なんかいろんな使い方できますよ ね、 これね。そうですね、今流行ってるのがオーバーランドスタイルっていう、アメリカで流行ってるスタイルなんですけど、後ろにテントを積んでそのままキャンプで走り回って旅をするっていうスタイルが流行ってて、はいはい、まあ、自分もそれに近づけて、やりたいなっていうので今この車両を作ってます。だって上に積んであるこの工具箱だってかなり大きいですよこれ。横傾斜だからね。そうですよね、軽自動車とかだともうそれだけでいっぱいになるようなものがと、すごい下回りが油脂類の交換とかもスライディングで入れますねなんてお話ししましたけど、はい、上げなくても入れます。そう、ね、素晴らしい。ネイタ1個で全部できちゃうんですよね。逆に届かない時は、はい、結構車高も上がってるんですね。そうですね、6インチアップのリフトアップキットを組んでます。15センチ上がってる。そうですね、トヨタ屋さんのオープンカントリーで、ね、オープンカントリー、はい、さすがです、信頼のオープンカントリーです。新井さんはあれじゃないですか、もう逆にもうダートとかも全開で行きたくなる。もうこれはね、どこでもダート走るよりもなんか山の道がないようなとこ行きたいですね。楽しそうですね。そうそうそう、でハマったら負けみたいなね。自分でハマっても脱出できるようにウインチもついてる。あ、ウインチもついてるんですね。完璧じゃないですか。じゃあどこでも行ける。この後二方とちょっと乗ってみてもう大丈夫な感じですか。辛口のコメントキャンプには行かないように帰ってきていただきたいんですけれど、はい、多分もう新井さんともう山奥行って、そうですよね。ハマったぞ。はい、改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。静かなんですよ、めちゃくちゃ静かですね。でこれだけ大きいからディーゼルかなって思ったらガソリンなんです。あ、これガソリンなんですか。あ、これリッターどのぐらいらしいんですか。リッター改造しなければ8、うん、それで走るの。で高速だと11とかいきますね。この改造したら6とかになっちゃいました。高速で6。そんなに悪くなっちゃったの、はい、排気量ってどのくらい。 3.5 になります。 3.5 なんですね、はい、やっぱ不満なのがやっぱコンピューターが、はいはい、
制御がかかりすぎちゃいます、ね、あれ上通るかな、これ行ける、行けますね、この時も引っ掛かって高いですからね、そうトラック乗ってる時に高さは気をつくるけどね、自分結構不安になったりとかしますね、もうでもてかこの高さ気持ちいいですね、ねえ、はい、渋滞とか意外に楽ですね、遠くが見えるんで、軽自動車って踏み潰しちゃうでしょ、そうですよね、すごいなこれ、なんかもうこういう高い車だと、もうあえてそういうところから走りたくない、ねえ、こういうところに行かないでしょ、ちょっと道の悪いところ選んでしまう、乗り心地とかも意外といいですね、やっぱりね、そうですね、タイヤも大きいしね、はい、あんまりでも重さを感じないですよこれね、そうですね、結構力があるというかトルクがすごいみたい、でも乗り心地いいですね、乗り心地いいですね、じゃあスプリンかな、乗られてみてどうでしたか、いや高さが高いんですごく楽なのと、はい、乗り心地がすごくいいですよね、そう結構イメージ的にキャンピング仕様なお車ってすごい、まあ、乗り心地ってよりはすごいアクティブなイメージはあったんですけれど、うん、乗り心地いいですね、なんかこうフラフラしてる感じも全くないですね、意外に足はかっちりしてます、うん、そうですよね、景色がこう見渡しが良くて、ね、もうこの高さめっちゃいいなみたいな屋根がぶつかるんじゃないかそっちの心配でしたねみんなで屋根を心配しておりました、はい、ぜひこれでキャンプに、はい、連れてってもらいましょう、ね、じゃあその企画もぜひ今後あるかもしれませんので、ね、はい、タコマノリ続けてください、はいはいはい、じゃあ、感想を最後にお願いしてもいいですか、いやもうこんなあのビッグなお二人に褒めていただけるので本当に嬉しかったです、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあこの辺で愛車紹介を終わりにしたいと思います、また次のコーナーも楽しみにしてください、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、お知らせがあります、この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています、モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで、はい、そうですね、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に働いていただける仲間を募集しています、まあ、今もね塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでねやっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください、特に今年はですねチャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの位置になりませんか、はい、中古車買取ホット車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索、車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。